はい、それではですね、アマチュアコーナーはあと2バンド、2バンドになったんですが、ちょっとね、今回ね、反則技が出ましてですね、一番最後に、ね、次はね、アイスさんなんですけども、最後に出ます N2 ユニットさんの清水さん、声が出ないということで、出ません。辛いです。今日はどうされたんですか。辛い。声が出ないということで、このアイスさんのバックを N2 さんがみんなでやる。でそしてから、N2 さんのステージにアイスさんが歌うと。すみません。2曲続けてね、この連中じゃないよ、この方々がやっていただけるんで、まあ、楽しみというかね、いろいろと。はい、今日は私が代わりまして喋りますね。はい、N2 です、ございます。N2 の N はどうなにって聞いたらね、この名付け親の清水さんが、それはナターシャやっていうことなんですよね。ナターシャの2番線中かなって言って、いや、それは偽物やぞ、2っていうのかなと、いろいろ考えておりますがね、ナターシャばっかりやっております。はい、それで、今日はメンバー2人増えました。一番こっち右の方は、大工の池山さん。池山です。それから1年前からもうここに来る予定で準備してたのに、昨日突然風邪をひいた清水さんで、それから今日はベースで新しく加わったベースソロをぜひ聴いてください。後藤です。はい、はい、私は津野宗玄と言います。よろしくお願いします。今日やる曲はおじいさんの古時計です。清水康雄の声の人です。よろしくお願いします。友谷さん、ありがとう、ありがとう、さよならというようなところをちょっと変えてます。そこもあいつさんが当たっております。いや、私振りますよ。いや、未だに一致してない。頑張りたいと思います。はい、行きましょう。はい、おじいさんの自慢のものは大きな古い時計。僕の背よりも高い時計、振り子が揺れる時計。おじいさんが生まれた朝に買ってきた時計、今はもう動かない古時計。休むこともなく朝から晩まで、友屋さんありがとう、さようなら。
くたくましく